祉祭りが3月2日に開催されました。福祉祭りは今年で5回目の開催で、福祉団体やボランティアなど約90団体が参加。今週の募金お願いします。風化しつつある東日本大震災の復興への絆と芽生えた思いを絶やさずに育むことから、テーマは育む。会場では復興応援企画として福島県のお菓子の販売やメッセージコーナーが設けられ、たくさんのメッセージが寄せられていました。福祉祭りを楽しんでください。ステージでは松岡信夫実行委員長が挨拶をした後、あがた小学校マーチング部の演奏や大空へによるキレッキレのダンス、また元気いっぱいの赤ちゃんハイハイ競争では多くの親子連れが集まり盛り上がりを見せていました。中にはバナナを与える光景も。地域の住民が身近な場所に気軽に集まれるふれあい生き生きサロンの紹介と体験。もう自分が中心じゃなくて、障害を持ってる人は真ん中歩くのね。そんな風にして歩いていきます。もうあなた前だけ危なく、アイマスクや車椅子などを使ってのハンディキャップ体験もありました。で、10回したら次は人工呼吸をします。このほか展示体験や手話体験などもあり、来場者は関心を持って参加していました。